それではお聞きください。日食夏子で廊下を走るな。でしたか。時には大人よりも子供の方が
答えに近い場所にいることがあります。大人のあなたが道に迷った時、例えばこんな場所で子供のあなたは思い出してもらうのを待っているのかもしれません。